創新は、大韓民国中世、北道園樹三軍卒母優出身の、元プロ野球選手。東国大学校卒業。2020年シーズン終了時点で、韓国プロ野球唯一の200勝投手である。1982年、高校2年生時に、聖光高,高校黄金四式、全国高校野球大会で優勝に導き、翌83年には、 大統領杯で準優勝の経歴を持ち、東国大学へ入学。大学でもチームを大統領杯に導いたが、一時期肘の負傷で野球ができなかった。1987年ビングレイイーグルスの指名を受けたが、1988年、ソウルオリンピック参加のため、入団が1年見送られ、卒業後には実業団野球チームに進む。 ソウル五輪代表でも活躍し、1989年に、プロ野球のビングレイイーグルスに入団した。新人だった1989年には、デビュー戦となった4月12日のロッテ戦を、完封勝利で飾ると、この年9勝10敗9セーブと活躍し、投手陣の柱となった。キャリア序盤は主に抑えとして使われた。1990年には、 最優秀球年、1992年には、最多勝ち、最優秀球年のタイトルに輝き、ビングレの黄金時代を支えた。1991年には、日韓プロ野球スーパーゲームにも出場し、甲子園球場で登板した際には、阪神のコーチから入団を勧誘されたほどだった。長良川球場で行われた第5戦では先発し、勝利投手になった。 1994年にチーム名がビンブレイイーグルスからハンファイイーグルスに変更された後も右のテーミンアキラと共にチームのエースとして君臨し続けた。1997年、1998年は共に6勝止まりと不審だったが、1999年は15勝を記録しチームの韓国シリーズ優勝にも貢献した。 2000年5月18日のヘテタイガース戦でノーヒットノーランを記録し、この年、シドニー五輪にも韓国代表として出場して、銅メダルを獲得。2000年に設立された、韓国プロ野球選手会の初代会長にも選ばれ、2005年までその職を務め、この時、会長様のニックネームがついた。2000年5月18日、ヘテタイガース戦で、 韓国プロ野球史上11人目のノーヒットノーランを記録した。これは2017年シーズン終了時点で、韓国プロ野球で、韓国人選手による最後のノーヒットノーランである。30代中盤を過ぎても、その投球には、衰えが見られず、2002年には18勝を記録して、最高価値争い2位と活躍した。またこの年には、先導列の持つ韓国プロ。 野球個人通算勝利記録を抜き、史上初の個人通算150勝も達成した。2006年8月29日のキアタイガース戦で、史上初の個人通算200勝を達成した。2007年5月には、韓国プロ野球史上最年長登板、最年長セーブ記録、9月には、史上最年長勝利記録を更新。これらの記録は、 彼が記録を重ねるたびに更新されている。2008年シーズン、韓国プロ野球史上初めて実動20年を記録する選手になった。また、2008シーズン開幕時2万42歳を超えて、2007年のフェリックス・ホセの41歳11ヶ月を抜き、史上最年長現役選手となった。2009年まで、 韓国プロ野球現役最年長であり、1980年代、入団選手の中で最後の生き残りでもあった。2008年は先発ローテーションに復帰して、個人通算2000奪三振を記録して、規定投球回数を満たすなど奮闘したが成績は6勝、止まり。プロ入り21年目、満43歳になる2009年も、現役を続行し、 開幕間もない4月9日に、個人通算3000投球会を達成。だが、力の衰えは隠しようもなく、その後すぐに2軍へ降格。チームが早くから最下位に転落して、ベテラン優遇から若返りに、方針転換。夏場まで再び1軍へ昇格することのないまま、ベテラン組への戦力外通告が、相次ぐ中で8月16日に2009年シーズン。 限りで、現役引退を表明し、21年のプロ生活に幕を閉じることになった。そして、背番号21は、ハンファでは3人目となる、永久決番となることが決まった。9月23日、ハンファの本拠地、大田で引退試合を行い、現役最後の試合で、先発登板したが、打者一人だけを相手にして降板し、その功績を称えて、 球場のバックスクリーンに横に、背番号21のモニュメントも建てられた。引退後は2010年3月から、日本プロ野球、読売ジャイアンツの2軍で、同じ韓国出身の金元朝日と共に、コーチ研修を受けた。2011年からはフルスハンファの2軍投手コーチに就任。2012年7月より1軍投手コーチに、配置転換となった。 2014年10月でハンファを退団し、野球解説者として活動する。2015年、WBSC プレミア12の韓国代表コーチに就任し、優勝に貢献した。2017ワールドベースボールクラシックでも、韓国代表の投手コーチを務めた。2017年10月、ハンファに投手コーチとして復帰することが発表され。 2020年シーズン終了後に退任した。2020年12月、2021年シーズンより、軽機動独立リーグに加盟するスコアボンハイエナの監督に就任した。韓国プロ野球で、個人通算最多勝利数以外にも、最多敗戦、投球回数、脱三振、四四球など数々の通算個人記録の持ち主である。2009年には、 プロ野球界の名選手たちによる星田魔界を設立しその会長に就任。事前事業にも積極的に携わる。投球スタイルは韓国プロ野球随一の技巧派として知られていた。左のスリークォーター君のフォームから投じられるストレートは時速 135km 前後だがスライダー。 カーブなどの変化球がさえ卓越した投球術で打者にボンダの山を築かせる。そのため脱参進率は高くないが非常に安定した投球内容を続け先発した試合のテンポも速い。息子の総有権もキウムヒーローズ所属のプロ野球選手だったが飲酒運転により2021年8月にキウムを退団した。総の引退試合に掲げられたボード。 左から210勝2048奪三振3 0 0 3投球回数を表す永久欠番となっているハンファイーグルスの背番号21ありがとうございます